半年前、シンクロ性。ああ、何もかもうまくいかない。辛いよー。わ、地球の笑い声だ。なんでそんなに笑えるの？数日後。最近、地球から笑い声が聞こえているのを知っているな。実は、シンクロ星もかつては笑いの絶えない星だった。お前が生まれる少し前、なぜか全員笑えなくなり、人生がうまくいかなくなってしまった。お前が生まれた時、この星の救世主になるという予言があったのだ。この星を救えるのはお前だけだ。頼む。私が？地球が笑っている原因は、里弓先生という人物が開発した10秒スイッチだ。10秒スイッチをマスターするには、地球人と同じ生活をする必要があるらしい。うわぁ！やだぁ！こうしてシンクロちゃんは地球に送られました。ちょっと無理めの願いを実現したい。もっとスイスイと人生が進んだらいいのに。人生がなかなかうまくいかない。何がやりたいのかわからない。そんな方たちに朗報です。この本では誰でもシンクロニシティ、シンクロを起こせるように体系化された10秒スイッチの使い方をお伝えしています。シンクロニシティとは心理学者のユングが提唱した考え方で、意味のある偶然の一致のことです。もう少しわかりやすく言うと、シンクロニシティとは、今のあなたにぴったりの出来事がタイミングよく起こることなのです。例えば、あなたが会社帰り、とても疲れていたとします。混雑した電車の中で座りたいなと思っていると、目の前に座っている人が次の駅で降りて、運よく座れたというのは一種のシンクロニシティです。他にも例えば、あなたが本格的な電子ピアノが欲しいな、でも予算は5万円しかないと思っているとき、SNS で友人が引っ越すので電子ピアノを5万円で譲りますと、あなたが欲しい方の電子ピアノを載せているのを発見するというのもシンクロニシティです。この本で学ぶ10秒スイッチを使いこなせば、シンクロニシティがどんどん起こり、自分が想定した以上の出来事が現実化していきます。実は昔はシンクロ性でもシンクロニシティを起こせたのです。でも、あることが理由で封印されてしまいました。この本では、シンクロ性の救世主、シンクロちゃんが地球に送り込まれ、里弓先生に10秒スイッチを学ぶ過程を漫画形式でレッスン1から10まで書きました。その中で、あることが何なのか分かっていきます。そのあることは、あなたが知らず知らずにやってしまっていることかもしれません。私自身もそのあることをずっとやっていたので、35歳まで人生が全くうまくいきませんでした。人生崖っぷちという時に生まれた10秒スイッチを丸12年続けていますが、おかげさまでシンクロニシティが起きまくるようになり、そのあることはいつの間にかしなくなりました。10秒スイッチはシンプルだけど奥深いものです。その奥深さを文字にすると難しく伝わるという難点がありました。今回漫画にすることでその難点をクリアできました。あなたにこうやってお届けできることを本当に嬉しく思います。さあ、あなたもシンクロちゃんと一緒に笑いながら楽しみながら10秒スイッチをマスターしていきましょう。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所のショーです。今回はシンクロちゃんという本をご紹介したいと思います。皆さん、シンクロニシティってご存知ですか？シンクロナイズドスイミングだったり、エヴァンゲリオンのシンクロ率だったりと、シンクロっていう言葉はなんとなく聞いたことがありますよね。シンクロニシティをウィキペディアで見てみると、意味のある偶然の一致のこと、例えば虫の知らせのようなもので、因果関係がない二つの事象が類似性と近接性を持つこととあります。連絡しようと思っていたら相手から連絡が来た
とか、気になっていた情報がたまたま手に入ったとか、同じタイミングで同じようなことを考えていた。ある人のことを思い浮かべていたら街で偶然会った、なんていうこともありますね。こういったことは偶然だと片付けるにしては高い確率で起こるため、心理学者のユングが意味ある偶然と定義したそうなんです。そしてこのシンクロニシティ、実はとっても簡単な方法、10秒スイッチで思ったように起こすことができちゃうらしいんです。めちゃめちゃ気になりますよね。著者は佐藤由美子さん。もともと法律家を目指されていた佐藤さんですが、法科大学院を修了された35歳の時、法律家になるという目標を見失い、無職、無収入、貯金数万円、人脈なしの絶望状態となっていました。ですが、そこから自分と向き合うことで10秒スイッチが生まれ、シンクロニシティを起こし続け、仕事、収入、人間関係など、あらゆる面で願望実現を起こされてきました。そんな佐藤さんが、その簡単だけど強力な10秒スイッチを教えてくれているのが本書なんです。とてもユニークなのが、本書はすべての章が漫画と解説という構成になっていること。冒頭にもありました、シンクロちゃんが受けるレッスンの様子をとてもわかりやすく面白く伝えてくれているんです。漫画は島田隆弘さんによるものなんですが、コミカル風味もあり、めちゃめちゃ味もあり、そして驚くことに、最後にはほろりと来てしまうんです。本当に楽しみながら人生が変わる方法が手に入っちゃうこの本、めちゃめちゃおすすめです。本動画ではこの本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか？全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。レッスン1。今の自分の気持ちに気づく。シンクロを起きにくくする世間の常識や他人の基準を捨てよう。シンクロちゃんが地球に来てから数日が経過。もうダメだ。どの星でも OL は辛い。はーい、何かご用ですか？あ、帽子にカーラーが。はは、ごめんなさい。慌てて出てきたから。あなたもしかしてシンクロちゃん？うん、そうだったの。話は大王から聞いてるわ。私、本当にうまくいくんでしょうか？大丈夫よ。10秒スイッチをマスターすれば。10秒スイッチはね、シンクロニシティを起こすものなの。シンクロニシティ？私の星と同じ名前。シンクロニシティは偶然の一致と言ってね、心で思っていることを放つと、同じ周波数のものがやってくることなの。すごい。そんなこと起こせるんですか？そう、たった10秒の習慣でね。でもね、10秒スイッチのマスターには最初が肝心なの。でも大丈夫。順番に進めば誰にでもできるようになるわ。最初のレッスンはこれ。今の自分の気持ち、思考を感じること。簡単よ。例えば、私を見てどう思う？帽子についてたカーラー取ったんだなって。それでいいの。こんなんでいいんですか？今、できてるって言われてどう思った？嬉しい？そう、バッチリできてるわ。自分の気持ちを自分で理解しているってことが大事なの。さっきのシンクロニシティの話ね、〇〇したいって思っている時の周波数に合うものと出会えるの。でも、
自分の気持ちを理解できていないと、〇〇したいがわからないでしょ。そっか、シンクロが起きないんだ。そういうこと。自分を理解しないと、人にも理解されないの。私、人に分かってもらいたいです。ずっとそれを感じてたのね。言葉にしてみてどう？ほっとしました。それに、里弓先生に分かってもらえたと思いました。シンクロリン。今早速シンクロが起きたわ。人に分かってもらいたいという気持ちに気づいたことで、私にも分かってもらえたという体験をしたじゃない。確かにそうだ。そんな風に今の感覚に寄り添ってみて。最初は3秒ぐらいでいいから、それを意識してみて。今はとても不思議な感覚です。その調子よ、シンクロちゃん。空、真っ暗。シンクロ星、どこかな？お父さん、どうしてるかな？あ、これが今の気持ちか。シンクロリーン、なんつって。さあ、レッスンが始まりましたね。シンクロニシティとは、今のあなたにぴったりの出来事がタイミングよく起こることでしたよね。自分の望みを叶える人、人生がうまくいく人には、このシンクロニシティがたくさん起きます。シンクロニシティが起きるとどうなるのでしょうか。望みを叶えるには、いくつかのステップを順番に進める必要があります。例えば、あなたが自分の作った陶芸作品を発表して、たくさんの人に買ってもらいたいと思っているとします。どんなステップがあるのか、ちょっと想像してみてください。まず、作品をたくさん作る必要があります。お金を出して買ってもらえるように腕を上げる必要もあります。たくさんの人に知ってもらう方法を考える必要もあります。たくさんやることがあるな。時間もお金もかかりそうだな。大変そうだな。実現するのかな。そう思ったあなた。実はシンクロニシティが起きると、そのステップを進めるのが早くなるのです。例えば、作品のアイデアが次々と浮かんだり、教えるのが上手い先生に出会ったり、お店に置いてくれる人に出会ったり、インターネットでの販売方法を教えてくれる人に出会ったりします。一人で勉強して全部やろうとすると何年かかるかわからないことが劇的に短縮されるイメージです。そうなったらどんどんやる気になり、努力するのも楽しくなると思いませんか？もっと知ってもらうためにどこで販売すればいいかを考えたり、綺麗に写真を撮る方法を習ったり、工夫をするようになります。こんな風に自分がどうなりたいのか明確な人ほど何が必要なのかがわかるので、必要な行動を取ることができるのです。シンクロニシティはこの一連の中で起きます。では、どうしたらシンクロニシティを起こせるのでしょうか。ここがものすごく大事です。今、自分が何を望んでいるのか明確にすること。これです。これにつきます。だって、それに応じてシンクロニシティが起きるのですから。ところが今、自分がどうなりたいのかわからない人が増えています。どうしてでしょうか？私は6000人以上のコンサル経験の中で、〇〇しないといけない、〇〇すべきという世間の常識、他人の基準に縛られていることが理由だと気づきました。ふと、〇〇したいなと思ったとしても、いやいや、私には無理。仕事があるし、そんな時間ない。やめろって言われるだろうな、と一瞬で打ち消してしまうのです。これがシンクロニシティが起きにくくなる理由です。シンクロニシティを起こす第一歩は、今、自分が何を感じているのかを受け止めることなのです。今、何を感じているのか、何を考えたのか、このことを意識して言葉にすることが大事です。シンクロちゃんのように、里弓先生、帽子のカーラー取ったんだ、でもいいのです。ちなみに、私がベレー帽にカーラーをつけていたのは実話です。
10秒スイッチを続けて丸12年の私ですが、今ではすべての選択が無駄なく未来に生かされています。12年前、どん底だった私がここまで来たのですから、大丈夫。あなたにも必ずできます。最初は10秒を目安に感じてみてください。歩きながら、電車に乗りながら、家事の合間に、今、あなたが何を感じているか意識してみましょう。そうすることで、あなたはいつの間にかシンクロニシティを起こすスイッチに少しずつ近づいていきます。シンクロメーター 10%。 今の自分の気持ちに気づいてにっこり。1から10のレッスンで10秒スイッチが身につき、皆さんにもシンクロニシティが起こるようになります。そういえば、冒頭にお伝えしたシンクロニシティが起きなくなる行動、あることって何だったんでしょう。すべてのレッスンを終えるとその謎も解けますし、もしかすると最後のレッスンでは、シンクロニシティってそういうことだったの?と驚かせてしまうかもしれません。そして、シンクロちゃんの物語の最後にも、あなたの本質が輝き合い、響き合い、生かし合い、分かち合えるシンクロニシティが起こり始めます。あなたが今どんな状況であっても、10秒スイッチは役に立つと思います。10秒スイッチをあなただけのオリジナルの人生の創造に生かしてくだされば嬉しいです。シンクロニシティ、意味ある偶然がどうしたら起こるのかというと、いろいろな考え方があるらしいです。たまたま、なんとなく感じたといった感覚は、心理学的な捉え方の他にも、宇宙からのメッセージと考えられたり、自分の波動が高いことで気づくとも言われています。波長があったから、無意識のメッセージを受け取ったから、意識したことの感度が高くなるから、偶然起こったことに意味を見出そうとするから、こういったいろいろな観点がありますが、とにかく意味ある偶然はやはり存在してそうで、そのシンクロニシティを起こすきっかけに、この10秒スイッチは効果があるだろうなって思いました。本書の10のレッスンすべてを読み終えると、とにかく今の自分には何も問題ないし、とても素敵だよ、と自己肯定感が上がってるんですよね。それに加えて、シンクロちゃんの漫画自体も面白いのと、佐藤さんのめちゃめちゃ温かくて、すべてを受け入れながら一歩一歩教えてくれている解説、人の心をつかむ文章の力が相まって、読んだ後の満足感が半端ないです。だってまさか、こういった自己啓発系の漫画で、最後にジーンとさせられるなんて思わないじゃないですか。シンクロニシティは、それが起きたことは何か意味があるということであり、それがどのような目的があって起きたのか考えることが重要だとも言われています。そういう意味では、僕が本書に出会ったのもシンクロニシティで、何か意味があったんだろうな、なんて思ったりします。そして、皆さんがこの動画をご覧になっていただいているのもシンクロニシティで、何か意味があるのかもしれませんよ。そんなシンクロニシティ、そして10秒スイッチに興味がある方は、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました?チャームの数は、全部で3つです。どうです?見つかりましたか?見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。